よ。今回もまた石の切断をします。切断するのはこの石。インドのどこの川か分かりませんが、どこかの川で採れたリバーストーン、メノーです。ご覧のようにこちら側とこちら側に水晶質の石英が固く閉じた歯のように見えています。この歯がどこまで頑固なのか、中はどうなのか、ダイヤモンドの歯にかけて見てみたいと思います。今回も私 Y が撮影をします。あるいは松ガイスチャンネル、では始めます。 Go。 ほんとだよ。時計見えてるよ。よし、行きます。来ました。それでは中を見てみます。どうかな。中まで頑固でした。中まで頑固だったけど、このなんか綺麗な、フォーティフィケーションだったか、この縞模様、玉ねぎ状の、縞模様が美しい、すごい綺麗。しかし水晶の衝動ですね、は中にも広がっていませんでした。中まで頑固な水晶質の石英でした。でも良かったな、綺麗だな、綺麗綺麗。外からでは想像つかないような、メノーでした。またお会いしましょう。